皆さんおはようございます。みつかずです。今回はジャンタマの、友人対局の模様をお伝えしたいと思います。今回もね、研究会のメンバーと一緒に打ちます。それでは対局者の皆さん、よろしくお願いをいたします。トーン1曲、ドラは E1 です。おっと、ドラ含みの連続形があるぞ。想像の引きがいいじゃん。どうしようかな。これは中瓶から打ちますか。これ単位を確定なんで、では中層を引くと単位を消えるな。876の、中層消えるな。カンウーピン仕掛けて、食い逃しできないこともないけど、カンチーワン、カンスーワン、ワンズもうちょいいい感じにならないかな。おっと、こうしとこうか。さあ、カンちゃん、リャンカン、ざっくり入ってね。リャンカンざっくり入ってね。くそ、欲しい牌バシバシ切りがあってこの野郎。スグロの3色を頭に入れておきますか。ドラねえ、いらない。でもこれチー、先制リーチが入った。でもチーピン入ってもスーピン勝負したいな、これ。ウーピン引いてくれるとすごい助かるんですが、怖いなこれは。でも勝負通りました。スーピンはでもちょっと怖い。スーピンは怖い。チュンはいける。これイーシャンテンやからな。サドチューソーが先に入る悲劇。チーピン、これは追いかけ道行きましょう。リボ返せこの野郎。てやったのに。トン2曲、ドラは C1 です。なんか赤ドラ2つ光ってんな。しかしブロックが弱いぞこれ。1ブロック、2ブロック、3の4、弱すぎるなこれ。めちゃめちゃブロック弱いよ。どうしようかなこれ。初重なってくれない。ローピンを引いた。となるとリャンターとカンターですか。どっちにしても初はいらんか。これ食い伸ばしできんの。関数層とか泣いて、いいピン切って。と思ったら E ピン重なるし、ジャン投候補が E ピンになっちゃいました。で、ウーワンは横引けば、リャンターに変わるから、置いとくとして、この赤ウーピン、赤ウソを生かしたいよね。さあ、どうしたもんか。有効牌を引きません。おっと、動いてきたぞ、親が。それめっちゃ欲しい。めっちゃ欲しい。でも引いた。ここで算数でいけるので、どうしようかな。いいピン落としちゃおうか。せっかくだけど落としちゃおうか。
そうするとローローバーでフォローできるのでって言ってたらクイターン上がられました。ドラはあるね。2曲1本場、ドラは3層です。おっと、いきなりチーピンを引いた。中ピン切る予定だったのに、カンパーピンの受けがあるじゃないか。2ブロ、3ブロ、4ブロック、あと弱いけど5ブロックできたかな。ペンチーソーざっくり入るとまあ楽にはなりますね。あとローソンの方を引いた。まあ、初でいいか。三層の受けも一応あるっちゃあるんで、まあ、中層はどの道出ていく。三ワンはまだわかんない。数ワン引いて連続系とかね。おっと、カンパーピンが入りました。いいねー。さあ、カンチー層が入ればいいんですけど、先に入ってくればいいんだけど。赤ウーアン、縦引き。いらーん。いやー、これワンズの方が先に入ったら悲劇だよ。悪くはないな。アリャンメンに取りますか。これでピンフは確定なんで、もうテンパイしたらそっくりでいいでしょ。先に、おー、そっちが先に入りました。まあ、ローピン、サブローピン引けば単用にはなるんですけど、もうそんなん言ってられないんで、さっさとリーチかけちゃいましょう。ここでピンクドラニーです。お、親が喧嘩売ってきた。ピンクドラニーの3900、裏は乗ってない。あと、赤ドラが2があるから7700だ。トン3曲、ドラはトンです。トンないな。どれから切ろう。悩むな。なんだろう。チュンからいっときますか。現状1ブロック、2ブロック、3ブロック、4ブロックが現状。弱いな。弱すぎるな。何？両層は三層と、ダブルでフォローになっとるな。親だからこれね、上がりたいっちゃ上がりたいんですけど、よし、ちょっとね、ハイパイ。まあ、ハイパイはいいか。ツボの方がね、あんまり良くないかな。なんだといめん。なんだといめんは。1,2,3,4 統一が4つ。これ何、チー統一へ行けって言ってんのかな。でもリャンピンとか入ると分かんない。恨めてる。で、下茶のトン切りがやたら早いな。あー、吐くねー。まだ誰も切ってないよ。ポンするんじゃない？あーっと、する気がない。くそー。数層バシバシ切りやがってー。欲しいんだよ、それ。スッチソ欲しいんだよ、マジで。スッチソは欲しい。あー、いいピンも切られてるー。チートイツと、まあ、なんだろう、イーペーコーかな。ダブルで一応狙っていってる感じなんですが、で、トイメンは何？あっと、リーチ入った。これはちょっと悠長なことを言ってられなくなりました。まあ、3層の受け一応あるっちゃあるけど、手が悪すぎて勝負にならないな、これ。しかし入った。これ、カンリャンピンが入ったら一
応勝負に行けるんですが、そうだな、チーソーが入ると役なし。数層引いたらイーペーコードラニだからもうダマで貼っといていいやって感じで、数ピン引いてきてくれるとすごい助かるんですけど。で2件リーチじゃないか、どうしろと。もうツモがない。あー休め引いてやがる。どうしよう、難しいなこれ。役なしでしょ。リーチや、俺だから行こう。ここだったらもう降りるけど、ちなみに神茶の現物待ちです。ツモにゃ、あーくそ、リーブを返せこの野郎。しかもフラッシュ入ってる、マンガンじゃないか。4曲ドラは C1 です。ハイパイはまあまあ、ハイパイはまあまあ、1ブロック2ブロック 3の4の5、うん、一応5ブロックあります。ただカンパーマンをサクッと引いてくれるかどうか、カンパーマンサクッと引いてくれるかどうか。あーいいそう、どうしようかな。あーで一番いらないのこれか。 C1 ドラじゃなかったらここ払っていきたいんだけど、ドラなんでちょっとまだ置いときますか。パーピン微妙だな、1ピン引いたら一応連続系にはなるじゃなりますが、おっと、あー私のパワーに何をする、やりやがったなこの野郎。まあ、ローワン引いたら一応ドラは使えるんですけど、やりやがったな、こんちくしょう。これ難しくなってきたな。で、親は、ソーズとワンズは聞けない。神ちゃんは何だろうな、これ。トイトイ？本一も、本一もあり得るな。入ったのは入ったけど。これ、C1 がすごい切りにくい。どうしたらいい？ローワンとか引きません？マジで。ローワンとか引かない？ますます切りにくくなってる。 C1 いつ切ったらいいの、 C1 いつ切ったらいいの。管理暗装入ったら一応テンパイだけど、あと数番を引いてる、やばい、これはまずいことになってる。同案引いてくんないとシャレにならん。しかし数番通るんですかこれ。あーそれはちょっとできない相談ね。振り点だよ思いっきり。ピンフードラニなんだけど、まあ、高め単用で、これはちょっと振り点リーチは打てない。やばい、はい引いたら降りよう。でもワンズで染めてる可能性ってあんまりないような気もするんだけれど、どうなんだろう。まあ、1名ロッチュー1引いて、あと親が仕掛けてきてる。
めっちゃ不利だ。一目じゃん、ロッチワン。あー、それはウーピンだ。これで親はテンパイかな。嫌なとこ引くね。通ったからいいけど、今危なかったぞ。ロッチワンマジで欲しい。ロッチワンマジで積もってきて欲しい。ただもう積もがない。にゃんぱい。あー、下茶は形式転廃で、上茶は単野をドラにか。トン4曲、ドラ、あ、トン4曲、1本バー、ドラは初です。うん、持ってるんだけどな、1枚だけだと役に立たないんだよな。おっと、カンちゃんがザクッと入った。これはいいぞ。1風呂、2風呂、3風呂か。ちょっと弱いぞ。弱いぞ。まあ、その数ピン積もで、ブロック増えたのはいいんだけど、4ブロックか。あー、5ブロックになってるけど、3ピン2度受けじゃないか。いやー、これ、ローピン引いたらね、いつもありなんですが、そうなると、初出てくよな。もう、切っとくか。ローピン出たらもう泣いて、1000ピン張りますか。さあ、どうしよう。で、順目進んでも埋まらなかったら、このピンツのイーリアンのペンタは払っていくみたいな。ワンツが後継なんでね、すごく。って言われてもな、3ワンかよ。3ワン売るしかない。ってか、数ワン切っちゃってるし。これ、ローピンマジで引いてほしいんだな。ローピン引いて、一姫ちゃん。マイ姫ちゃん。てか、全員キャラクター一姫じゃないか。逆に3ピンを引いても別にいいっちゃいいんですけど、そうなるとピンクで高め6ピンがまあ一通ですよと。まあそれもありっちゃあり。ただこれは3ワンがだんだん怪しい。サブローワンがだんだん怪しい。ああ、その3ピン欲しい。むっちゃくちゃ欲しい。親はハッツも切ってきてるしな、そろそろテンパイ臭いぞ。で、神ちゃんは神ちゃんで、ワンズピンズは一切切ってませんと。あー、私の3ピンを、トイメ、なんてことするんだ。ダメだ、薄すぎる。これ、ウーワンとか引いたらもう、ピンズのイーリアンは落とす。あー、リーチかかった。これはきつい。現物がないぞ。ローワン通してやがる。しかしこれ、スーソー1枚落とせますか？あと、フラッシュ入った。漫画あるって言ってるよ。ドラニーの D 速、ピンフル頼むよ。うん、跳ね取るな。跳ね取るよ。うん、思いっきり跳ねとるよ。何位曲、ドラは G1 です。うん、受けあるんだけど、受けあるけどね、これブロック弱すぎるぞ。1ブロック、2ブロック、3ですか ?4。うん、これ5ブロックと見るのはちょっときつい。1ブロでしょ ?2 ブロでしょ ?3 ブロの ?4 で見とくか。これ、中腕か中層が重なってくれないときつい。あー、リャンカンになったか。ワンズもリャンカンにしますか。でもこれ、どっちみち、払わなきゃいけないんだったら、中層を払って、まあ、パーソンを引いたときに、ウーローが、まあ、ギャンターになる方がいいかなっていう感じですかね。
あー、親が拍手かけた。いいピン。ビャンピン切っちゃってるんですが。あっと、これは、親は早いと言っているのか？ローピン入ったよ。入ったけど、どうすんだ、これ。振り手になっちゃうし、切っちゃおうか。こっちはこっちで。何ドラ1ですか？あー、これ厳しいな。どうしよう。あー、チューン1枚も出てないじゃないか。中盤を頭に考えて、まあ、パーソーが引ければ、ここリアンターになるんで、まあ、チューン切ってどうかと言ったところなんですが、ワンズのリアンカンがサクッと入ってくれないときつい。と言ってたらめちゃめちゃきついな、これ。どうすんだ、これ。どうすんだ、これ。チュンが切りにくいぞー。これなんで出てないんだ、まだ。ハックの方はいいんですが、これし、ペーは？あー、出てるか。しかしこれは、リーチだけじゃなくて、シモちゃんも警戒しないといけない。ピンズの本質があり得るんで、一応。まあ、一巡目、二巡目にね、タッチューピンと切ってはいるものの、一応警戒はしないといけないので、で、トイメンはなんだ？あ、そっちが本意使い。あー、これはラスノガリに全力注ごうか。何一曲一本場、ドラはなんです。持ってません、私。いきなりギャンターができた。1ブロー、2ブロー、3の。3ブロックしかないじゃん。どうやって戦えと ?3 ブローで。おっと、ドラナン引いたぞ。でも、重ねないと意味がない。ちょっと待って、それはどういうことなんだ。やめてくれ、マジで。いやー、これはちょっと、ダブナン、ドラさんで、もういきなり漫画って言ってる。やばい。むちゃくちゃやばい。めちゃくちゃやばい。めちゃくちゃやばい。これは上がりに向かってる場合じゃないぞ。振り込んだらとんでもないことになる。しかももう2フーロしてる。これトイトイやったら跳ねる。さ、あー、これはやばいぞ。ドラ4の白の何の跳ねてる。跳ねてる？うん？バイマンいってる？いや、跳ねマン止まり。でも高いのは高い。これで再びみんなの持ち点が平均化されました。何2曲、ドラは中層です。使いにくいドラだな、またこれは。完成瞬津が1の、てか、何？完成瞬津以外にブロックないじゃん？どうしろと。まあ、これで一応2ブロックにはなったんですけど。で、しかもなんかペイちゃんは数ワンから切ってきてるし、なんだこれ。で、親もなんだそれ。ギャンソーの方が入れなくてどういうこと？こいつ灰だったってこと？これ、中層どうやって活かしたらいいんですかね。しかもこれ、クイタンに生きる手でもないし。何？トイメンの支配が怪しい。なんだあれ？なんだあれは？ドラキロー。なんだあれは？なんだあれは？怪しいぞ。むちゃくちゃ怪しいぞ。なんだあの支配は？で、親もで、なんだこれ？リャンピンは孤立杯だったの？なんなんだこれ？今3番手から出てきて、あー、私の3番がー、私の3番になんてことをするんだー。これ、リアンカンで持ってる意味がなくなるじゃないか。しかも3番もう4枚見えてるんで、リアン数番と持ってる意味がないんですよね、これね。
しょうがないから、リャンは切ろうか。持ってても意味ないもんな。となると、ここがカウンターになるので、弱いな。1ブロー、2ブロー。しかもローピンが2枚出る。1ブロー、2ブロー、3ブロー、4ブロー。ここも弱いんだよな。トイメンはソーズの本一、カピンズの本一。ちょっとちょっと欲しい牌ばっか切らないで欲しいんだけど。なんか怪しいな、雲行きが。なんだろうな、これ。ちょっと怖いな、これは。なんかさっきから下田つむぎってきてばっかりいるし、トイメンも今つむぎだったような気がする。あと初重なったけど、これ切ったら当たるパターンもしかして。いや、それはないか、2枚でやから。あと今ペーチャーは手が変わった。さあどうしよう、難しいぞ、これは。これは難しいな。手変えてきてるな。なんだろう。ちなみにこれイーシャンテンですかね。チーソー入ったら一応テンパイはテンパイなんだけど、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 ビーチや冒険だな、これ。もう残りないし、ビーチや危ない危ない危ない、ドラマ危ないって。これめちゃくちゃ冒険してます。まあリャンワンパンワンオンキっていうのは、まあカンウーマンというね、まあいわゆる中筋引っ掛けというやつなんですけど、出ないだろうな。ニャンパイカンパーソーか。ドラに、ドラさん、何人局一本ば、ドラはパーソーです。で、私のハイパイはなんだこれは ?1 ブロ ?2 ブロ ?3 の ?4 ですか?弱いなぁ、相変わらず。手が弱いよ。手が弱いよ。両ピン引くと1メンツ完成。チーピン引いても OK か。8753、どうしようかな。ハツで、ハツにしとこうか。どっちがね、ワンズリャンカンになるかわかんないんですよね。3ワン引いてもリャンカンだし、チーワン引いてもリャンカンだし。で、ピンズもね、どっち引くかわかんないんですよ。リャンピン引くか、チーピン引くか。まあ、スーピンとか引いたら E ピンは別に切っていけると思うんですが、で、中ピンはいらないか。E ピン2枚出てるから、2は追わなくていいと思う。チーピン、リャンピン必要ですから。あー、チーピン、リャンピンか。いつ追ってもよかったかな。さあ、どうしようかな。リャンワン出とるし。で、パーピン縦引きしてますがな。どうしようかな。裏ドラ乗る確率考えたらこっちを切ろうか。さて、困りました。ウーワンの横全く引きません。ウーワンの横引かないなぁ。まあ、ペイは将来安牌で使えるかもしんないから残しとくとして、ウーワンの周り一切引かないんだよなぁ。何、ワン誰か固め持ちしてる。しかもこれチーピンもリャンピンも全く入ってこないんですけど、どういうことなんですかね。あー、くそ、リャンソー欲しい。
あーでもこれはちょっと上がりに向かうのは厳しいかな。どっかで上がりに見切りをつけたい。あっと赤ウソ来たよ。しかも地位が入ってる。あっとドラサンポン、ダメだこりゃ。これちょっと勝負に行くのは無理っぽいぞ。勝負に行くのは無理っぽいぞ。ここで仮にリャンピンチーピン引いて手が進んだとしてもまだリャンシャンテンでしょ。まあ、今リャンピン引きましたけど、まあ、次にパーピンどっちか、まあ、入ってワンズかねソーズか入ったらパーピンしたいんだけど、打てるのこれ。怖いなぁ、リャンワンとかいけんの。クイタンドラにザンクですか。あー5パールは親かと。これでちょっと場面が動きました。局面動きましたね。何2局ドラはパーソーです。でいきなり統一が4組あるよ。1,2,3,4 うーん難しいなぁ。これあと1枚重なったらチードイツのイーシャンテンなんですが、あんこになってる。どういうことだこれは。こっからでもトイトイに行ける。おっと親がトンを仕掛けてるよ。こっからトイトイに行くのはでもちょっとしんどい。どうすかなぁ。赤ウソ出ていくからなぁ。と思ったらチーピン引きました。あーこれ難しい。白砂漠か。いやいやこれ難しいよ。赤ウソのお隣引いて、あーっとそっちのお隣引いた。メンツテでいきますか。そうですね、赤ウソの横引いてきてくれないとちょっと困る。赤ウソの横引いたらもう3ピン切っちゃったらちょっとシャボになる可能性あるな。それちょっときついな。あーどっちが良かったんだろう。チートい回りだったんですが、私のパーピンが、この親腹立つな。あとチーピン縦引きしてます。どうしようかな。これ両層を縦に引いてもチーピン縦に引いても一応進むんで、あーパーピンを引きましたね。薄いとこ持ってきたな。しかしこれ数ピン切っちゃったよ。どうすんの。赤ウソ絶対出てくやん。いやひっついてくんないかなマジで。お隣さん引いてきて、赤ウソのお隣さん。で、E ピンがあんこなので仕掛けることもできないし、あーマジかー困ったなー。これ降りなきゃいけないパターンじゃない。しかも何に数字を打つって、リャンソウッパーソウ将来通るんですか。トイメもローピン手出しだったし、そろそろテンパイかなこれ。あっとお隣さん引いてきた。お隣さん引きましたよ。どっちかな。ただサブロソ薄いんだよな。あっとカンちゃんで泣いてた。なんだそれは。当たっとるし、しかもフラッシュ入った。ドラ4つの単野を、あ、イーペーコもある。あ、跳ねてる、跳ねてる。跳ねてます。
剣棒がなんか元の持ち主に帰ったみたいな。南三極でドラはパワー1です。で、いきなりトンがあんこ？あ、じゃないや、統一だ。これはもう、何？連チャンしたいんだけど。連チャンしたいよ、連チャンしたいけど。これはトンポンはめっちゃくちゃあり。リャンピンがちゃんとで、トンポンはありです。で、あんこってどうすんだ、君は。あんこってどうすんだ、君は。スーソーは打ちたくないな。誰かトン切ってちょうだい。そうするとローワンが泣けるんだよ。リャンソー入ってんじゃんよ。どうしようかな、これ逆にトーンを落とすのはありなんだけど、イーソーを引いてしまうと、カンローワンが泣けない。あー、どうしよう、カンはしたくないぞ。全然したくない。カンはしたくないなぁ。どうしようかな、これ。難しい判断だな。切ろうか。カンはしたくないです。これ、カンローワンが入ると酸素を切って、一応リーチ打てるんですが、来たのはスーピンだったと。いらないんだけどなぁ。どうしよう。援軍送っときますか。一応スーピン引いてもテンパイっちゃテンパイなんで。トン引きもテンパイだけど、ワンズの方先入ってくんないかな。これ、観浪は待ちになってる、なってリーチとか絶対出ないパターンでしょ、これ。トン引きありですけど。トン引きはありですが、これウーピン切れるの？あとウーピンの方を重ねた？それよろしくないぞ。まあサブロッピン、ウーピン、トーン、カンローワン、どれか引くとテンパイですが、そっちが来たか。まあ、赤ウーワン出てくけど、そっちをフォローするか。ただ、チーワンはドラ表示牌なんで、残り1枚しかないんですよね。一応、フォロー牌だけど。まあ、ここは弱ターツ。いわゆるカンチャンで弱ターツなんで、一応3枚にしましたけど。あと、ローワンを引いた。それはありだけど。ここでサブロッピンリーチはありですね。まあ、リーチドラ1で、親だから、ザンクか。出ました。デンちゃんです。裏乗ってくれ。あ、乗らんかった。さあ、これでトップが狙える位置まで来ましたけど、連チャンできるかな？南三極一本バトラはローピンです。完成瞬通1組のリャンターが2組のトンが頭。一応5ブロックはあるよと。ただ弱い。あー、これ効率のスーソー切った方がいいんかな。どうなんだろう。いやー、どうだろう。難しいな、これ。これトンポンして数ワン打ったら、どうなる？全然テンパイじゃないか。全然テンパイでもなんでもないや。できれば、3ワンは1枚さばいて、リャンウーワンに取りたいんですけど、数層の横引いてこないなんて、全く。となると、ピンズで、ここを膨らましていくしかないですかね。まあ、数層の隣を引いてくるようだったら、話は早いんですが、って、トーンあんこってるよ。トーンあんこっちゃってるよ、どうすんの？もう、こいつの数層切っちゃおうか。これでリャンピン、サブロッピンで一応テンパイですね。3ワンを引くとテンパイしないのか。
ディアンワンを引いた。これ難しいな、どうする。とりあえず仮点に取っときますか。一応当たれるし、 E1 とか引いてきてくれても全然 OK だし、裏目取る。これ難しいな。ワンズは出ないんじゃない。おいー、上がれとったやないけまあ、ウーワンを引くとね、リャンワン切ってアリャンメに取れるんですけど、って上がれとるやないかい。リーチにゃ。しかもリーチ入っちゃったよ。どうすんだ、これは。リーチにゃ。サブロッピーのアリャンメに取ります。トン、だけ、おっと、即ズモ。まあ、休め、え？フラッシュ入ったってことは裏側乗ってる？ D 即ツモトン。おっと、裏さん？いや、それはちょっと計算外。独占オール積もりました。おっと、これはちょっと計算外。南三極、日本バドラワーシャです。1ブロック、2ブロック、3ブロックで、ワンザー端に寄ってるけど、連続系。まあまあね、いいね。いいよ、悪くないよ。全然悪くないよ。さあ、あとはシャですね。薬杯重なって、シャ重なっと、重なったら完璧なんだけど、まあそこまで贅沢は言わん。とか言いつつスーパーピン切ってるけど。数ピン引いたときに食いたんに行けるようにしときたいっちゃしときたいですけどね。あと引いたのは3番だった。めちゃめちゃ裏目。さすがにトンとハツ両方持っとくのは欲張りかな。でパーソーが薄くなってるし、ウーアンを引いた。でリアンターできてるので、まあまあしゃあないな、落としていくか。これだったらシャア引いても別に頭で使っていけるんで、1ブロ、2ブロ、3ブロ、4ブロ、うん。シーソーもいらなくなるから、全然 OK。逆に、シーソーの方を引いたら、シャを落としていく感じですかね。まあ、できれば、シャを重ねたい。これは、ピンフで使える。シャを重ねたい。シャは薬杯じゃないから、全然 OK よ、重なっても。ピンフドラニのダマで、うん、全然 OK。トリメは何？ピンズのイーソーで、あーっと、チーソーの方が重なった。しかも、初ポーンされちゃってるじゃん。出てきたのはドラですよ、と。これ早いことテンパなんかな。トリメが怖い。できれば、一数ピン先に入ってほしいんだけど、あー、そっちが入ったか。リーチにゃ。E ピン3枚出てるからね、薄いんですよね。スーピンの方はスッチーピンも警戒されるから、パーピンのガス出して。ちょっとスーピン出るのはあんま期待はしてない。そのドワンめっちゃ欲しい。中盤と入れ替えたかった。まあ、E ピン出たらどの道単野は消えるんですけど。おっと、これは、シャーちゃん向かってきてる。パーピン余った？本一トイトイ何発？となると、トイトイ本一何発となると、羽マンですか？怖いな。振ったら怖いな。
で、下茶は下茶でなんかバシバシ勝負に来てるし、ドーピンとかね、まあ、中層はともかく、あーっと、追っかけリーチが入ったー。ワンズの上の方か、あーっと、ちょっと待って、ちょっと待って、危ないよ、危ないよ、危ないよ。うん、危ないよね。D 速ドラドラピン風。あっと、跳ねとるオーラス、ドラは、核になりました。うん、これ逃げ切りたいな。むちゃくちゃ逃げ切りたい。ブロックは1ブロ、2ブロ。これ2ピン頭って計算してもいい。うん、チーピン泣けるから全然 OK。 チーピン泣けるんで全然 OK。 あー、でも数ピンはちょっと、数ピンはちょっと難しいぞ。これパーピンポーンはあり、チーピンチーもあり、2ピンな、もうポーンしとくか。これでパーピンポーンとか全然 OK。あー、でもどうしようかな。逆に、うん、上地からチーソーが出て泣くのも別にあり。ありよ、ありよ、全然ありよ。ビーチにゃ。あー、クソ、この野郎。ウーピン2番も出しやがって。あー、どうしよう。怖いな。カンはしない。カンし当たったらチャンカンになるんで。いいとこやのに邪魔しやがって、この野郎。勝負じゃ、この野郎。変速3面待ちなんですが、ウーピンがね、薄いんだよな。むちゃくちゃウーピン薄い。スッチーピン、あー、ローピンはカンできない。カンすると待ちがなくなる。しかし怖い。通った。もうここは押すよ、押すよ、押すよ。でもマンガン振ると逆転しちゃうのか。あんまりゴリゴリ押せないのか。どうなのかな。あんまりゴリゴリ押せない気もするが、で、チーワンは全く通ってない。通った。よし、逃げ切った。本一発のみですが、まあいいでしょう。はい、対局者の皆さん、ありがとうございました。今回は私がトップで終了です。これにて今回の配信を終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、YouTube へのコメントなどいただけますと大変励みになりますので、よろしくお願いをいたします。それでは最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。失礼いたします。ごめんください。